北京では13日、高架橋に反中橋の横断幕が掲げられ、中南海に強烈な衝撃を与えました。横断幕を掲げた男性は北京のタンクマンと称され、その安否が懸念されています。また、北京では深夜に大量の軍用車両が目撃されました。横断幕事件発生後、中国の別の男性が同じ内容のチラシを街に貼り、タンクマンの呼びかけに呼応しました。 共産党大会開幕の前夜、北京では厳しい警備体制が敷かれたほか、外部からの北京への侵入を厳しく制限しています。北京行きの列車は車内が空っぽです。同時に、夜の北京の街では大量の軍用車両が目撃されました。 北京市海田区の市通郷では13日中共を批判する巨大な横断幕が掲げられ世界に衝撃が走りました事件発生後橋の周辺では厳重な警備体制が敷かれました動画では橋の付近に警察官のグループが配置され緊迫した雰囲気が伝わってきます 市通でででののの抗議行動をを受け、北京市内の多くの高架橋橋は、監視員が24時間体制で橋を見張っています。ネットユーザーが投稿した写真には13日午後8時過ぎ北京市内のある高架橋にテントが設置されその横で緑のベストを着た人たちが2人1組で橋を見張っている様子が写っていますさらに橋の上には中国民兵と印字されたベストを着た警備員の姿も見られました ネットユーザーはさらに、当局の求人広告のスクリーンショットも投稿しました。仕事内容は橋の見張り役で、テントで寝泊まりし、最低15日の勤務で、日給は320元、約6600円となっています。13日午前、北京市海田区の市通協で法債集というアカウント名で活動していた法律発さんが、当局を批判する横断幕を掲げました。 間もなくししてホーささんは警察に連行されました多くのネットユーザーがホーさんのツイートの下にコメントを残し彼が無事に帰ってくることを願っていますあるネットユーザーのコメントに多くの人が涙しましたみんなは彼の安否を気にしているが彼は横断幕の内容がみんなに見えるかどうかだけを気にしているのだ横断幕事件発生後26歳の男性が実際の行動をもってタンクマンの呼びかけに呼応しました 中国在住と思われるツイッターユーザーが夜明けまであと数分、やるべきことをやるために出かける、中国のために頑張る、共産党に反対するとのコメントとともに、北京の横断幕事件のスローガンと全く同じ内容が印刷されたチラシの写真を投稿しました。海外では早速、北京市通教の有志を応援する活動が始まりました。カナダの民主中国人選は16日。 トロントの中京総領事館前でデモを行う予定です。NTD ジャパンがお伝えしました。